同じとこを切ったら、こういう感じなんですよ。だからこの R、はい、余裕を持たせるからガイドが長くなっちゃうんだよね。余裕があるから、だから多分1センチとかは長くなっちゃうね。その余裕感をずっとやってたら何センチ長くなっちゃうからね。余裕を持たせるんだけど、余裕を持たせた上でのパネル構成を全部考えてる。もう同じところをいろんな方向でシェイプするから、それはワンレングスの時にも一緒。一つの毛が何箇所でも切ることによって切り口が柔らかくなってで、どこにでも動くようになって風とかでも動きやすくなるし、スタイリングでいろんな形になる。あとこうこねてって、この頭の後頭部を作っていくんですよ、その丸みを。あとね、こうダッカール使ってないけども、切るところをしっかりこう分けてるのね。それで全体像を見ながら切りたいから止めたいないんですよ。だからすごくガイドが見えなかったり、行き着くところが分かんない人もいっぱいいると思うんですけど、訓練ですね、これ。ここだけで想像して次の形を見るで、全体のワンブロックワンブロックの切れてるか切れてないかっていうよりも、全体に全体にちゃんと動いてるのかっていうところ、全体に全部が可愛いのかっていうところのカットを